人となりま,したまた感染が確認された検疫官は乗客の体温測定など客室に立ち入ることもあったということです。クルーズ船が横浜に停泊しし始めてから10日目を迎えました。 釣りなどは手元に届き始めたものの体調に不安を感じる乗客もいます。いつまで持つんだろうということはありますよね。日を用って常に出たいっていうことがあります。弱ってきてんだなというふうに思いますね。おわいふが昨日夜熱が出まして37度7分ありました。コロナウイルスの影響かもしれないんです。 医療センターの方うに電話をしましたがほったらかしの状態です。クルーズ船では毎日のように感染者が確認され新たに39人合わせて174人に上りこのうち日本人は81人です検査を行ったのは延べ492人およそ3200人は検査を受けていません そして検疫に当たっていた50代の男性検疫官1人も感染が確認されていたことが分かりました男性検疫官の検疫業務は3日の夜から4日の夜にかけて厚生労働省によりますと3日はおよそ30人4日はおよそ60人で船内の検疫を行っていたということですクルーズ船では 質問票の回収や体温測定で客室に立ち入ることもあったということです医療用マスクや手袋を着用していた一方防護服やゴーグルなどは着用していませんでした厚生労働省は WHO ・世界保健機関の指針に基づく対応だったとしています50代の検疫官はこの後5日から7日までは検疫所で通常業務をし 9日に発熱しました厚生労働省は同僚の検疫官や家族などで濃厚接触した人を調べ健康状態を確認していくことにしていますまた、昨日までに感染が確認され搬送された人のうち症状が重い人は4人このうち2人は集中治療室に入っているということです重い症状の4人のうち3人は日本人です 専門家は当初の想定以上に感染が広がっている恐れがあると話しています。現時点では感染予防はやはり十分ではないという判断があるかと思います。今後も重症化される方は当然出てこられると思います。隔離病室ということだけではなくて、いわゆる人工呼吸器やある意味では透析そういった。あるいは集中。治療の体制。いわゆるそのチームを作って。 対応していくということが必要になってきますクルーズ船での集団感染に今後どう対応していくのか今日加藤厚生労働大臣が言及したのが病院機能を持つ船舶というものを活用するということも十分あり得るのではないか病院船の配備のあり方については加速的に検討していく必要がある